瀬田東ジャンクションは、滋賀県大津市の、刑事バイパス有料部の宇治、大阪方面と、名神高速道路の名古屋方面を接続する、ジャンクションである。名神高速道路の上り線から、刑事バイパスの下り線、刑事バイパスの上り線から、名神高速道路の下り線へは利用することが、できないハーフ JCT となっている。刑事バイパスが、 名神高速道路のバイパス、さらに新名神高速道路全線開通までの代替路線として位置づけられたことで、交通の要衝となった。また、第二京阪道路の開通に伴い本ジャンクションの重要度がさらに高くなった。しかし、もともとは、名神高速道路から枝分かれする地域高規格道路を結ぶジャンクションとして設置された。 ため国道1号草津市方面が本線となっており、ランプの線形が悪く、特にケージバイパスから、名神高速道路への連絡が、ボトルネックとなっている。そのため、休日や、明神高速が、通行止めとなった際には、名神の渋滞と合わせて、ージバイパスで、東ジャンクションを先頭とした渋滞が多発していた。 高速道路機構の業務実施計画 P112 から114に平成23年度末までに瀬田東ジャンクションを改良工事する旨のことが記載されている。2011年の明神集中工事期間中の交通混雑緩和対策として刑事バイパスから 名神高速道路への流出部分が1車線から2車線に拡幅され、その後も2車線のまま継続運用されているが、依然として曲線半径の小さい300ドループによって大幅な減速を強いられる。ただし、拡幅後は、刑事バイパス上り線の渋滞の先頭は、宇治トンネルに移動している。直進すると、瀬田東インターチェンジ料金所を経て、一般道となり、 草津市までの刑事バイパスで国道1号に合流する。ありがとうございます。